こんにちは、坂東と申します。バン TV 不動産コラム、今回で10回目の動画となります。どうぞよろしくお願いいたします。今回のタイトルはですね、こちらにもあります通り、不動産の値切りについてというタイトルを付けさせていただきました。今からお話するお話はですね、僕の実体験です。なので、ネット上の情報ももちろんこれあるとは思うんですけども、全然調べてないです。やっぱり実際の自分のこの体験が、嘘偽りのない、さじ加減を持ったりとかですね、それからすごい歪曲して言ってるような情報でもないので、参考にしていただければというふうに思います。まずですね、僕が中古の不動産物件を買った時に、実際に物件の値段をですね、値切ったことがありました。そんなできるんかいね、と。できるんですよ。不動産買う時にね、値切れるんですよ。じゃあ新築はどうなんと。これ経験はないんですけども、聞くところによるとこれも値切れるらしいです。今回のケースはですね、まず不動産の中古物件、これをですね、実際に値切った話を、前提に話を進めさせていただきます。ですね、まずちょっと具体的な数字を出すかどうかね、迷ったんですけど、これはね、出すことにします。っていうのも、不動産の売却事例っていうのは、他の方がいくらで不動産を買ったっていうのはね、不動産屋さんの間ではですね、情報交換がね、どうやらなされてるみたいなんですよ。だからまあいくらここで隠してもしょうがないんで、もうぶっちゃけ言います。今買った物件、今住んでる物件ですね、はですね、当初4500万の値札がついてました。これ中古です。で、もう実際のところはですね、僕自身がその物件を見た時に、もう買おうというふうに思ってですね、当初ですね、ちょっと買い急ぐかけたんですよ。なんですけども、ちょっと待てやというようなアドバイスがありました。で、4500万で買うのではなくてですね、まずは3500万で買うというふうに先方に伝えろというようなね、アドバイスをね、受けたんですね。そんなん、もうそんなこと言ったら、あんたには売らへんよって言ってそっぽ向かれるやんっていうふうにね、僕はその時未熟だったんで思ったんですけども、これがね、正解でしたね。でね、これね、どういうルールがあるのか、それから法令があるのかはね、実は僕専門家じゃないんでよく知りません。これね、知らない状態でもうネットも調べずにこれ通します。実際にあった話ですから。でね、3500万って言ってもその先方さんはそっぽ向いて別の方に売り急ぐっていうことがありませんでした。でこれがですね、おそらくですけれども、間違ったらね、すみませんけれども、優先交渉権みたいなのがあるんかなと。最初にこう交渉に名乗りを上げた人が、それこそ手付けとかね、売ったらもちろんいいでしょうけれども、そういう人を優先して話しないと、だってオークション状態になってわやくちゃになりますよね。だって不動産っていうのは買う時点でその買う買わないっていう交渉をちゃんと進めないと、それこそ住処の計画性もむちゃくちゃになってしまうんで、おそらく交渉する順番みたいなのがあると思うんですよ。これが法令で決まっていることなのか、不動産業界の掟なのか存じません。ですけども、実際にはその先方さん、4500万って言ってきはった人が僕をそっぽ向かれることがね、なかったんですね。もちろん間には仲介業者が入ってますよ。で、ここから話進めます。で、僕が3500万って、言ったところですね、向こうさんはじゃあ4000万でどうやというふうにね、いきなり500万ガクンって下がったんですね。これにはびっくりしましたね。で、ああそうきたかと。でそこからまた話が面白いんですけども、僕もね、4000万かよし、もう買おうかなってね、内心は思ったんですけれども、待てよと、3750って言ってみたんですよ。ね、間の間を取ったわけですね。4000と3500の間の3750。そうしたら先方さんどう言ってきはったかというと、
そこから先はテコでも動きませんでした。もう4000のままね、平行状態で4000で、もうあのディスカウントはおしまいのようなね、そういうような方針を見せられました。で結局はあの4000で買うんですけれども、でもね最初の4500から500万ディスカウントですよ、ね、これ500万のアドバイスがなかったら僕損してたわけですね。この話はですね、こう不動産を中古で売る場合にもね参考になろうかと思います。例えば僕が今こう持ってる物件をね今度また、3500とかでね売るとしますよ、ね、ですけれども最初にね4000って付けといたらねいいのかなとかね、そういうふうに思いましたね。とは言いましてもですね、やっぱりあの物の売買っていうのはその買う側とそれから売る側がある話じゃないですか。で需要と供給のね話ですよ。なので最初からね例えばねあの6000万とか7000万とかねつけてもやっぱりそれは誰も見向きもされないというふうにも思いますし、売る側からしてみたらやっぱりちょっとね、大きめの数字つけておくのがねなんかセオリーのようなね、そんな気はしました。でねこうオークションってあるじゃないですか。で不動産でこのオークションがあるのかどうかこれにはですねちょっと実はあの全く不勉強で、存じてません。ただ、ヤフーオークションでヤフー不動産みたいなのがあるじゃないですか。あれはオークションやってはれないですよね実際問題なので、これがねどういうことなのかよくわからないです。でその実際の物の売買のオークションの場合は天秤にかけてこう値段がつり上がっていったりとかねいうこともありますけれども、その不動産でそういうことがあるのかっていうのは僕は経験ないです。こういうことがあるのかどうか、まあ、ちょっとねあのもうこれ言った後なんで、まあ、参考までにこれからどんなことが起こるかわからないんでネットでもちょっとは調べようとは思いますけれども、少なくとも今僕の情報発信する段階ではそういうことを調べておりませんし、そういう事実があったというのをですね皆様にお伝えしたかったという内容の動画です。はい、ちょっとね口下手で申し訳ありませんけども、そんなことを思っております。新築のねディスカウントの話もね少しねさせていただきます。実際新築で値切ったという方は話には聞くんですけども、具体的にどういうふうなことだったっていうのはね、そこまで、聞き及んでおりません。ですけれども例えば新築で家具付きでねモデルルームを入手されたりであるとかいう話は聞きますし、あとそれからまあ言うたら売れ残った物件をディスカウントで買ったっていう話もよく聞きますし、ということを考えるともういきなり最初から売り出している物件、マンションでもそれから新興住宅街でもそうですけれども値切ったらいいと思うんですよ。別にあかん言われたらねそこで諦めればいいわけなんで、ああそうですかと。でね話の持っていき方だと思うんですね。やっぱりそこで尻尾を振ってしまうとやっぱりね売る側もあこいつ買う気満々やなって言って値段を下げないとも思いますし、でも別にここじゃなくてもいいよと、他にもいっぱい検討してるとこあるしというような態度をね見せておいた方がいいのかもしれませんね。でこれは売る方にも別の逆の理論でね考えられるわけですよ。もうあんたに売れへんかったらもう後がないんやっていうようなね態度をねやっぱり見せない方がいいかもしれないですね。あんたに売らんでも別にいいよ、他にもいっぱいね売る人はいるしと、実際にはいなくてもそういうような雰囲気をね匂わすことはね売り手にとって重要なんじゃないかなというふうにも思いましたね。はい、ね、この動画一体どう締めくくろう、はい、というわけで本日の動画はですねこのような実体験の話をさせていただきました。ぜひ皆様参考になさってみてください。それでは今日はこの辺でバイバイ。